はい、ピロキのダーツ上達道場をご覧の皆様、こんにちは。パーフェクトプロの山口ひろきです。はい、久々の動画配信になりますけれども、今回はですね、間違ったテイクバックのお話をしていきたいと思います。テイクバックっていうのは結構悩みが多くてですね、一番質問される内容がですね、テイクバックをするときに握り込んでしまうんですよ。このダーツを握り込んでしまう動作って良くないんですかと聞かれるんですけれども、まあ、この極論から言うと、この握り込む動作っていうのは、悪ではないです。全然悪くないです。むしろ、それを強制しようとしたらダーツが崩れてしまいますので、テイクバックの時に握り込む動作っていうのはもう本当にそこまで気にしなくていいのかなと思います。はい。で、なんで握り込む動作は悪くないのかというとですね、ダーツに上手に力を伝えるためにはですね、ダーツをですね、構えてテイクバックして、振り出す瞬間にですね、実はこういう風な動きを人間ってやっています。こうやってダーツをですね、ギュッと押し出すような動作を、人間というのはやっております。で、この押し出す動作をやるためにグーを作って出すっていうのは全然いいです。しっかりとこのダーツに力を乗せることができる動きができているのでいいと思います。で、何でしょうかね。まあ私の場合はですね、手首を少し傾けた状態で構えて、このままの形を変えないままテイクバックをして押し出すっていうような感じの投げ方をしています。で、人間の体の解剖学上ですね、ちょっと皆さんもやってもらうとわかるんですけれども、まあ、手をちょっと体の正面向けまして、少し肘を曲げた状態で手首を顔側に倒す。で、反対方向に倒す。こういうふうな動きをやってもらうとわかると思うんですが、手前に倒すときにグー、出すときにパー。このグー、パー、グー、パーという動きをやると人間の体っていうのはその自然な動きとなるので、で、この動きですね。この動きっていうのがやりやすくなっています。で、逆にですね、この状態から、パー、グー、パー、グー、パー、グーというような動きをやってもらうとすんごいやりにくいかなと思います。なので、さっきのダーツに力を伝える動きですね。ここからグー、パー、グー、パーというような動きをすることがダーツに力を伝えるというふうな動きとなっております。すんごいスローモーションでやるとですね、この状態からテイクバックして押し出す瞬間にシュッ、シュッですね。こんな形になりながら手が前に行くですね。極端に本当にこういう風な形にはならないんですけれども、このコンマ、これぐらいですね。これぐらいの動きでダーツに力を伝えてるんですよ。これで。僕らグッ、ギューっていうのはこのコンマ何秒かの中で人間の体、本当に繊細な動きなんですけども、ギュッとやってスッと出してる感じですね。こういうような動きは手の中で起こっています。はい。で、まあ、この話を含めた上で、間違ったテイクバックのお話に行くんですけれども、まあ、ダメなテイクバックをちょっと今からやります。構えた状態で、はい、ここから引いた時に、もうパンってる状態で押し出す。こういう風なテイクバックが間違ったテイクバックです。パーにして、パーですね。さっきのこのグー、パー、グー、パーではなくて、テイクバックするときに、パーにしてしまって投げることによって、ダーツがですね、もう、すっぽ抜けちゃうんです。すっぽ抜けて。ダーツにうまく力が伝わらないというような原因になります。なので本当に、このパーの動きがですね、とてもわかりにくい、外から見てもあまりわかりにくい状態のある方は、そのダーツすっぽ抜けるときに、もしかしたら、
テイクバックエンドですね、トップの状態の前に、実は、引くまではいいんですけど、トップに入った瞬間に手が解放されてしまって、押し出すからダーツに力が入らない。なので、それを、強制、改善するためには、テイクバックして、押し出す瞬間にこうですね。押し出す瞬間にこう。テイクバックエンドに近づいてパーにして出すではなくて、テイクバックエンドに来た瞬間にパーで押し出す。押し出して投げるっていうような形をやると、ダーツにうまく力が伝わります。はい。まあ、ちょっと言葉だけ、だから、ちょっと、まあ、伝えにくい部分ではあるんですけれども、本当にこの、ギュッ、ギュッとですね、押し出す感じが、ダーツに力を伝える上でとても大事になってきます。はい。で、このそのパーの動きで、の話で、こういうふうに人差し指を立てて構える人もいるんですけども、そういう人はどうなるんですかっていうような、質問も来るんですが、こういう形作ってても、手のひら全体でグーを作ってます。手のひら全体でグーを作ってるので、しっかりとですね、この人差し指と親指に力が、ね、入ってる状態、これを、こういうふうな形でしっかりと力を伝えることができているので、はい。こうやって人差し指を立てた状態であっても、手のひらが全体がグーであるんだったら、しっかりとこの押し出す動作がですね、できます。逆にこの人差し指上げてる方でも、テイクバック、エンド、トップに入る前に、これ解放してしまうと、パーを作ってしまうと、すっぽ抜けちゃいます。はい。という形で今日はですね、間違ったテイクバックのお話をさせていただきました。はい。で、ちょっと間違ったテイクバックの話はここで終わるんですけれども、ですね、ちょっと10日ぐらい前に私三味線体操というですね、動画をちょっと、このチャンネルで上げてしまったんですけれども、私はちょっと、リハビリテーションスポーツ学会というものに、で、ちょっとお話しする機会がありまして、そこでまあ、ちょっと高齢者向けに三味線体操というのをやってますよっていうような話をして、実際にどういったものをやってるんですか教えてくださいっていうようなですね、ものがあったので、ちょっと、まあ、安易に上げてしまったんですけれども、でもその中の動きの中で、動きとか音楽の中で、ソーラン節の動きがですね、肩周りの運動になっているんですね。で、肩周りの運動になっているので、ダーツを投げる前に、アップの時にですね、ダーツを投げる前に、しっかりと肩甲骨周りをですね、しっかりとほぐすような運動をしていただくと、ね、ダーツのパフォーマンスっていうのが上がってくるのかなと思います。しっかりとこの肩甲骨周り、肩周りの筋肉を柔らかくして、投げることが、ダーツのパフォーマンス向上につながると思いますので、はい。まあちょっと、謝罪めいた感じなんですけれども、三味線体操のその、まあソーラン節のところを、ウォーミングアップとかクールダウンに使っていただくといいのかなと、思いますので、はい。すいませんでした。はい。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。で、まあ、ちょっと次回以降にさっきのウォーミングアップの重要性とか、途中疲れてきた時の腕の筋肉の、なんでしょうかね、筋出力のお話とかをですね、ちょっとやっていきたいなと思っております。で、投げ始めはすごいブルに合ってて、めっちゃ入るわーってやってて、もう30分ぐらい経ったら、あれなんかおかしいな、ダーツ入んねえよ、なんか上に行っちゃうとか、で、投げてて、もう1時間、2時間やってて、ちょっと疲れたなーって思ったら、ダーツがどんどん垂れていくね、下に垂れていくっていうような状態、ね、そういうふうな経験されてる方、たくさんいるかなと思いますので、まあ、そういった時にどういうふうな考え方をすれば、ダーツをブルに合わせることができるのかっていうお話をちょっと今後していきたいと思っております。はい。ちょっと長くなり、余談が長くなりましたけれども、これで終わりにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。